どうもしんじです。今回のロクンシネマは映画アムステルダム公開を記念して主演のクリスチャン・ベールの出演作品のトップ10を独断と偏見でランキングしてみました。このチャンネルでいつもやってる俳優のランキングはその俳優がいかに作品に貢献してるかっていうのが基準なんですが、今回割とクリスチャン・ベールが主要な配役の作品が多いっていうことで作品の面白さのみでランキングしてみました。では参りましょう。20位は2007年のベルナー・ヘルツォーク監督作品戦場からの脱出です。ベトコンの捕虜となった米軍パイロットディーター・デングラーが捕虜仲間と支え合い懸命に生き延びる過酷な捕虜生活と決死の脱出劇を描いた実話をもとにしたサバイバルストーリーです。この作品今回初めて見たんですが、ある意味取り扱い注意の作品でクリスチャン・ベール虫とか蛇とかめっちゃ食ってますっていうとゲテモノ映画みたいだけど、一応戦争映画っていうか戦場脱出ものですね。だけどなんか映画的醍醐味に欠ける作品で正直つまんなかったかな。がしかしクリスチャン・ベールの役者根性がほとばしる作品で、これ外したらダメだよなーってくらい彼の演技的にはかなり追い込んだ作品になってます。彼ははじめ役者さんのテンションでなんとか作品にしたっていう感じの映画ですかね。ベルナー・ヘルツォーク監督の代表作でありアギーレ神の怒りにも似たジャングルシチュエーションなんだけど、あれベルナー・ヘルツォークってこの程度の監督だったっけって思うくらいなんかねダメでしたね。映画好き以外の方は見ない方がいい作品ですね。クリスチャン・ベールは超すごいですけどね。19位は1987年のスティーブン・スピルバーグ監督作品太陽の帝国です。日中戦争下の上海で両親と離れ捕虜収容所へ送られたイギリス人の少年の戦争体験を描くお話です。この映画の子役がクリスチャン・ベールっていうことを今回初めて知ったんで、30年以上前に見たけど記憶がなかったから久しぶりに見たんだけどね、そりゃ記憶ねえわっていう感じでした。映像はほんと美しいのにね、もったいないですよね。戦争ものでこんだけ退屈なお話ってなかなかないし、しかもあの原爆のとことかね、あれはちょっといかんでしょ、怒られるよ。やっぱスピルバーグ的にはナチスが登場しないと傍観者的立場だからこんな結果になったんでしょうか。なんか映画なんだからもっと日本軍のことをひどく描いてよかったと思うんだけど、なんとなく日本に配慮した分生ぬるい感じになってあまり主人公サイドで見ることができなかったのかなっていう感じです。でもこの作品を経てその後のシンドラーのリスト以降の戦争映画の傑作の数々が生まれていったわけですから、いいのかな。そんな中子役で映画初出演のクリスチャン・ベールめっちゃ素晴らしいです。よく日本の子役はうまいって言われるけど、そんなレベルのはるか上を行ってる天才子役っぷりで、それだけの理由でランキングさせました。スピルバーグが転換期だっただけに微妙な仕上がりになってますが、クリスチャン・ベールの演技と映像の美しさは一級品なのでそこだけを見る作品です。18位は2014年のリドリー・スコット監督作品エクソダス神と王です。紀元前1300年の古代エジプト、王子ラムセスと共に育ったモーゼだがヘブライ人であることが知れ渡り王となったラムセスの命で国外追放処分となる。放浪の果ての末に啓示を得てエジプトに戻ったモーゼはヘブライ人奴隷の解放をラムセスに迫るのであったという展開です。10回の新解釈っていう感じの作品なんだけど、モーゼを神の使いっていうよりもっと普通の人の立場に近いキャラクターとして描いて、海が割れるっていうおなじみのシーンも引き潮の時間を狙って海を渡るっていう単なる自然現象的な感じに描かれてて笑っちゃうんだけど、でもやっぱ10回って昔のやつみたいにファンタジーっぽい方がいいんじゃねえかなってこれを見ると思っちゃいました。映像は CG を駆使したド迫力な感じを追求してて、これ絶対映画館のスクリーンで体感しないと良さが分かんないよね
っていう作品なんですよね。まあ、映画館で見てたら5割増し評価になってたと思います。まあ、歴史ものが好きな方ならかなり楽しめる作品なんじゃないでしょうか。17位は2018年のアダム・マッケイ監督作品バイスです。ブッシュ政権で副大統領を務め、アメリカ史上最強で最強の副大統領と呼ばれたディック・チェイニーの半生を実はベースで描いた作品です。俺たちニュースキャスターをはじめおバカコメディ界の巨匠アダム・マッケイが傑作マネーショートの次に監督した作品で、マネーショートはパーツ的なおふざけ以外は表向き真面目に撮ってるんだけど、この作品は完全に悪意に満ちてるっていうか、ブラックブラックコメディっていう感じで、チェイニー元副大統領の人生をシニカルに描いてますよね。エイミー・アダムスやスティーブ・カレル、サム・ロックウェルなどの強烈なキャラクターがいるおかげで、クソ真面目なチェイニーがある意味一番笑えるキャラクターに描いているところがさすがアダム・マッケイっていう感じですね。チェイニーの奥さん役のエイミー・アダムスが完全なおばちゃんと化しているところがね、すげえなーって思うのと同時に、ああこういう役やっちゃうんだって感じでちょっと悲しかったです。イラク戦争とかあの時期のことが中心に描かれてるから面白いっちゃ面白いんだけど、とはいえチェイニーだからね、のめり込むっていう感じでは見れなかったんでこの順位ですね。オリバー・ストーンが監督してるけど、アダム・マッケイ監督でブッシュ元大統領をもう一度映画化してほしいと思うの俺だけかな。16位は2002年のカート・ウィマー監督作品リベリオンです。第3次世界大戦後の世界、人間の感情を抑止させる精神作用薬が開発され、国民は毎日投薬が義務付けられていた。特殊捜査官のジョンは感情異端者の女性との出会いから国家の違和感に気づき、自分の意思で薬の服用を中止するのであったという展開です。この作品昔見た時はもっと無邪気に楽しめたんですが、今回見返してみてあまりにも設定に無理がありすぎて、最初のうちは見ていて頭痛くなりそうでしたが、そうだこれはコメディ映画なんだって思ってみたら最高に楽しかったです。感情を見せた人間を抹殺しろって言ってるトップのやつがめっちゃ激怒するっていうシーン出てくるんだけど、おいおい感情むき出しになってるやんけっていう感じで、もうめちゃくちゃで片っ腹痛くなりましたが、こういうジョージ・オーウェルの1984とかに影響されたディストピア SF ってほとんどの作品が大なり小なりとんでも映画なんですよね。でもね、一周回ってそのとんでも感が最近楽しくってしょうがないんですよね。マトリックス公開後に出てきたマトリックスもどきの SF の一本なんですが、役者はいいしアクションはちょっとゲームっぽいんだけど、適度に残酷なストーリーで結構疑問がバッタバッタやられちゃうところがお子ちゃま SF と違って今見てもそこそこ楽しめるっていう感じでしょうか。軽い感じで見ると結構楽しいと思います。ということで今回はクリスチャン・ベールのランキングをしておりますが、クリスチャン・ベールについて日本語で語ってる動画なんてねほとんどないと思うんで、需要はないと思いますが、個人的に大好きな俳優さんなんで、映画化公開するっていうことでいい機会なんでランキングしてみました。ダークナイトトリロジーの動画でも語ってんだけど、クリスチャン・ベール自体ジョーカーを演じたヒース・レジャーと比べてもね全然負けてないっていうか、現代の名優の一人として確実に名前の上がる人ですよね。バットマン以外で誰もが知ってるキャラクターを演じてはいないんだけど、どちらかっていうと映画好きに支持されるタイプの俳優さんだと思うんですよね。とにかく体型変えるのなんて当たり前で、いろんなアプローチでキャラクターになりきる俳優だけど、いいもんと悪もんどっちも違和感なくできる俳優ってなかなかいないんで、これからもますます重宝されていきそうな役者さんですよね。こういう渋い役者のランキングも今後どんどんやっていこうと思ってますので、映画にちょっとでも興味ある方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では後半参りましょう。15位は1993年のトーマス・カーター監督作品スイング・キッズです。ナチズムが台頭してくる時代に
アメリカのスイングに憧れる若者たちが虐げられながらいかに自由な精神を取り戻していくかを描いた歴史的事実に根ざす青春映画です。これ初めて見たんですが、タイトルからは想像もできないくらいのハードなナチスもののドラマで、結構見応えがあって隠れた良作でしたね。今を生きるのロバート・ショーン・レナードが主人公を演じてんだけど、時代に翻弄されながらも己を突き通そうとするエモいキャラで、思いっきり感情移入できる主人公でしたね。クリスチャン・ベールは主人公の親友で、最初は彼をかばうようにナチスに入ったのに、どんどんナチスに溺れていってしまうっていうキャラクターとしては一番難しい役だと思うんだけど、もうこの時点で名優の片鱗が出てるくらい素晴らしい演技です。そこにケネス・ブラナーが絡んできてっていう超重厚なドラマを描いた作品なんだけど、やっぱね、当時のスイングジャズの軽妙で小気味いい音楽のおかげで重苦しい雰囲気が中和されていて、音楽のおかげで見やすい作品になってて、この辺のバランスうまいなーって感心しました。この作品の監督のトーマス・カーターはフィルモグラフィー的にそんなに馴染みないんだけど、ドラマのマイアミバイスとかを手掛けてきた人で、これが映画の初監督作なんですが、この音楽とドラマのバランス感覚のところはうまい演出だなーって思いましたね。まあ、前奏に突入する前までの出来事なんで、なかなかすっきりしないところで終わるんだけど、でもラストの終わらせ方も良かったし、ほんと発掘良品っていう感じでいい作品でした。14位は2016年のテリー・ジョージ監督作品ザ・プロミス君への誓いです。アルメニア人の青年ミカエルは医学を学ぼうとイスタンブールの大学に入学する。フランス帰りのアルメニア人女性アナと惹かれ合うが、彼女にはアメリカ人ジャーナリストの恋人クリスがいた。第一次世界大戦とともにアルメニア人への弾圧が強まり、ミカエルは強制労働に送られてしまうのであったという展開です。今回初めて見たんだけど、このトルコ人がアルメニア人に行った大虐殺のことを知らなかったんで、結構えぐいなーって思ったのと同時に、民族に関わらず必ず差別っていうものが存在することに人間の愚かさを痛感しましたね。なんかいい人たちが次々と死んじゃうところが、変にお涙頂戴ものにせず真実を伝えたいっていう制作側の感じが伺えて好印象なんですよね。この作品の制作費のほとんどを出しているのが、虐殺から生き延びた家族を持つアルメニア系アメリカ人の大富豪らしくて、やっぱそういう情熱が作品からも伝わってくるんですよね。まあ、トルコ政府が今でもこの虐殺を正式に認めていないらしいんだけど、そういう姿勢に脳を叩きつけてる感じが本編からひしひしと感じますね。主人公を演じるのはオスカー・アイザックで、これスター・ウォーズともろかぶりの時期に撮られていると思うんだけど、ポー・ダメロンとは真逆の戦いが苦手な医学生で、でも政府に立ち向かうっていう、なかなか矛盾してるんだけど正義感に燃えるキャラを誇演しています。クリスチャン・ベールは珍しく割と普通の役っていうか、アメリカ人ジャーナリストの役で、物語の要所要所でキーになる男を演じています。まあ歴史ものなんだけど、そこまで古い時代っていうわけではなく、現代にも通じるメッセージを多分にはらんでいて、結構見応えあるし見て損はない作品でしたね。13位は2005年のクリストファー・ノーラン監督作品バットマン・ビギンズです。バットマンを描いたクリストファー・ノーラン監督によるダークナイトトリロジーの第1作っていうことで、これまでのバットマンの映画では語られていないバットマン誕生のストーリーを描いた作品ですね。まあ、正直これが公開された時って、またバットマンかよっていう感じで劇中では見てないし、ビデオで見ても前回のティム・バートン版よりさらに暗くなってんなっていう感じの印象しかなくて、良くも悪くもダークナイトに救われた作品だって印象ですね。まあ、でも今回クリスチャン・ベールの他の出演作と比べてみるとね、映画としての格の違いっていうか、やっぱ金かかってる大エンターテイメント作品だけあってよくできてますよ。誰が見てもそれなりに満足できる仕上がりにはなってると思います。でもどうしてもバットマンの作品全体で比較していくと、後ろから3番目くらいの位置にはなるんだけど、
他と比べるとやっぱこれぐらいの順になるんだなーって改めて分かりました。まあ、何より役者が名優ばっかり使ってるからそりゃ映画のグレード上がるよね。まあ、この作品での手応えが次の映画史を塗り替える大傑作を生んだわけだから、まあ、そういう意味でもやっぱ重要な作品なんでしょう。ダークナイトトリロジーはこちらの動画でも語ってるんで、よろしかったらご視聴ください。12位は2000年のメアリー・ハロン監督作品アメリカンサイコです。パトリック・ベイトマンはニューヨークの一等地に暮らすウォール街の若きエリート。端正な容姿で美しい女性との結婚を控える彼は、その完璧に見える暮らしぶりの裏に闇を抱えていた。やがてその影は彼を衝撃的な行動へと導くのであったという展開です。クリスチャン・ベール演じる主人公のサイコっぷりが物語が進むにつれてどんどんエスカレートしていくんだけど、あっと驚くっていうか、え？っていう感じのラストになってて、かなりシニカルでクレイジーな作品です。まあ、でもね、描かれてる時代が80年代末っていうことで、もう思いっきりみんな軽薄で、出てくるキャラクターほとんどが薄っぺらくてあんま好きじゃないんだよね。主人公が聴いてる音楽もヒューイ・ルイスにフィル・コリンズっていう記号的に空っぽな音楽だしね。あと殺人の仕方とかがあんま美学が感じられなくて、監督曰くその辺はあまり強調したくはなかったって言ってんだけど、命が軽く描かれてる感じでダメなんですよね。まあでも全体に流れるシュールな雰囲気は大好きなんでね、まあ、なかなか個人的に好き嫌いが同居しているっていう作品なんですよね。久しぶりに見返しても同じ感想だったんで、生理的にそう感じるのかな。まあでもクリスチャン・ベールはクレイジーさが出ていていいんで、見て損はないっていうか、ハマる人はめっちゃハマる作品だと思いますよ。11位は2013年のデビッド・ラッセル監督作品アメリカン・ハッスルです。あるパーティーで知り合ったシドニーと恋に落ちた詐欺師のアービンは、彼女をビジネスパートナーにしてますます詐欺行為で稼いでいく。しかしついに2人は逮捕されてしまうのだが、 FBI 捜査官のリッチーの提案で自由の身と引き換えに大物を検挙する捜査の協力を強いられるのであったという展開です。今回のアムステルダムの監督のデビッド・ラッセルの作品ですが、もうこれ最高ですね。このキツネとタヌキのバカし合いっていうか、作品を通して常にネジが一本外れてるかのような小バカっぷりっていうのかな。なんか最初見た時はずっと半笑いで見てた印象あるんですよね。コメディなんだけど知性とおバカっぷりがせめぎ合ってる感じのケミストリーが最高ですね。でまあこの作品なんといってもこのポスターの5人皆さん最高です。特にこの人ですよね、ジェニファー・ローレンス。俺この作品見るまでこの人ちょっと苦手な女優さんだったんだけど、一遍で好きになりました。でこのキャラクター好きになるっていう時代ちょっと変なんだけどね。ある意味女性の嫌な部分を集約したような迷惑キャラなんだけど、なんかね愛おしくも見えちゃうのってやっぱ彼女が演じたからっていう部分が大きいんですよね。まあ失礼だけど絶対性格悪そうじゃないですか、ジェニファー・ローレンスって。まあその部分と彼女が持ってる可愛らしい部分が見事にブレンドされた完璧なおバカキャラクターで大好きですね、このキャラで。2人の男を骨抜きにする女エイミー・アダムスもね、この人が持っているエロさがうまく出ていて良かったし、主役は男側なんだけどこの2人の女優さんによって話がスパークしていく展開になってるんですよね。もちろんクリスチャン・ベールもこの役って太る意味あったの？っていう気はするんだけど、かっこ悪いのにかっこつけの主人公の詐欺師をナチュラルコメディっていう感じで演じていて最高でしたね。一ネジ抜けてる感じの FBI 捜査官を演じたブラッドリー・クーパーとか、まあ、主張役のジェレミー・レナもいつもと違ってお気楽な感じで楽しそうに演技してたし、ほんと俳優さんの演技見てるだけでお腹いっぱいになる作品なんですよね。加えて音楽のセレクトや使い方も完璧だったし、とにかくこのずっと半笑いで見れちゃう世界観が最高なんですよね。パッと見入りづらそうなテーマなんだけど、
もう冒頭のカツラ作業の時点でそんな不安吹っ飛ぶくらいの痛快コメディなんで、ちょっと疲れた時に見るには最高の作品だと思います。ということで今回はクリスチャン・ベルの出演作20位から11位までを勝手にランキングしました。次回パート2もご期待くださいっていうことで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では今回はこの辺で、さよなら。